皆さんこんばんは、カナです。今回もファイアーエンブレムイフ白夜王国編をやっていきたいと思います。ちょっとくしゃみがひどくて鼻水も止まらなくて鼻声なんですけど、聞き苦しかったら本当に申し訳ないです。まず始める前に、皆さんにご連絡があります。まず難易度ですが、今までノーマルでやってました。難易度ノーマルはそのままなんですが、モードを変えました。モードを今までは失った仲間が戻らない、そして戦闘中はセーブができないクラシックモードっていうのでやってました。ただこれからマップがどんどん難しくなっていくと予想しています。結構前回も苦戦を強いられていたので、これから難しくなっていくと動画が40分とかを超えてしまう場合も結構出てくると思います。そういう時に戦闘の途中でセーブができればそこからまたやれるので、動画の区切りがつきやすくなるっていうのが理由の一つです。でもう一つは、戦闘、今までの戦闘14章までやってきて、今まで戦闘で失ったユニットって自分だけなんですね。自分がちょっと変なところに突っ込んでいってしまって、じゃあ私が行こうかとか言って突っ込んでいって、なんか集中砲火を食らって死んでしまうっていうことがほとんどだったので、自分が死んでしまうということはゲームオーバーなわけですよ。そうするともう一回撮影をしなくてはいけなかったりで、なんか意味あんまりないような気がします。結局ゲームオーバーになって自分が生き返るので、だったら別にモードをクラシックにしなくてもいいんじゃないかなということで、カジュアルにしています。カジュアルモードは戦闘で失った仲間が次の章までは復活しない、でも次の章が始まったら復活するといったモードになります。なので一応ロストしちゃったらその章のマップでは使えなくなってしまうっていうのはあるんですけど、なんかそんな感じでやっていきたいと思います。ちょっとね、難易度的には簡単になったのかなと思うんですけど、ただそのマップのその難しさ自体は変わってないのと、あとやっぱり白夜王国のいいところ、白夜王国というソフトのいいところはキャラクターを育成できることだと思っているので、だったらやっぱり愛着の湧いたキャラクターをどん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 育てていって、上位職とかに転職とかさせて成長させていった方がいいんじゃないかなということで、ちょっとルールを変えてみました。まあね、甘えと言われればそれまでなんですが、ご了承くださいませ。それでは長くなりましたがやっていきましょう。それでは14章、夜枠光散りて。シュバリエ公国でついに龍馬と合流を果たしたカンナたち、集結した白夜の兄弟たちはみんなで力を合わせることを改めて誓う。この世界に平和を取り戻すために。それでは早速やっていきましょう。14章。はい、やっと龍馬さんと合流が果たせましたね。ここが反乱軍の隠れ家になっている。この場所はアンヤの兵にも知られていないから安全だろう。さっきは危なかったな、カンナ。他のみんなも無事で何よりだ。はい、龍馬兄さんもよくご無事で。はあ、よかったです。そうだな、さくらちゃんな。そうだよな、一番心配してたもんね。大丈夫だとは思ってたけど、心配だったよ、すごく。これでやっと兄弟全員が揃ったな。すまない、お前たちには心配をかけたな。ここまでの道中は険しい道のりだっただろう。だがお前たちはそれを乗り越えて俺の元まで来てくれた。俺は兄としてお前たちを誇らしく思う。お前たちがいれば恐れるものは何もない。兄さん。そうですね、私たちみんなの力を合わせてきっとこの戦争を終わらせましょう。へえ、頼もしいね。これが龍馬の兄弟たちかい。あ、すまない、紹介が遅れたな。こっちにいるのが妹のカンナ、それから同じく妹のヒノカ、アクア、そして弟のタクミだ。ん？ヒノカ、アクア、サクラにタクミ？どこかで聞いたことのある名だ。確かそうだ、白夜王国の王族の名。じゃあ龍馬って。そうだ、俺は
白夜王国第一王子龍馬。あんたじゃなかった、あなた様が王子別に今まで通りの言葉遣いで構わないさ。黙っていてすまなかったクリムゾン。だがいくら反乱兵といえど白夜の王子をよく思わない者もいるだろう。仲間として信用されるまでは名乗らないでおこうと思っていた。そっか、そんなことなら早く言ってくれればよかったのに。実は白夜王国とは祖父が国王陛下にお仕えした関係なんだ。何？そうだったのか。ああ。一度は騎士を目指した私が白夜の王族に出会えたのも何かの縁。龍馬さえ迷惑でなかったらこれから私もお供させてくれないかい？ありがとう。お前が共に来てくれるなら心強い。いいってことよ。かっこいいなあクリムゾン。ところで龍馬兄さんはどうして反乱軍に？そうだな、味方は多い方がいいと思ってな。白夜の領内にもいくつか暗夜側についている国や部族がいると聞いた。ならばこちらも暗夜の領内に味方を持つべきだと考えたんだ。そこにちょうどシュバリエに反乱軍ありとの情報が入ってな。暗夜に渡り反乱軍に潜入し味方につける好機を伺っていたというわけだ。私は見事にその策にはまってしまったというわけか。ま、こちらとしても暗夜に対抗する戦力が多いのは好都合だ。喜んであんたたちに味方させてもらうさ。ここも昔は誇り高き武術国家だった。暗夜、白夜問わず優秀な騎士を輩出していたのに、暗夜王国が支配を強めて騎士の自由な育成が困難になってしまった。今じゃ皇国から出るのも一苦労さ。私はこの状況を変えて昔のシュバリエを取り戻したい。ただそれだけなんだよ。はい。でしたらなおさら早く戦争を終わらせてシュバリエを元に戻さないといけませんね。何ですか今の爆発音は。まさか暗夜軍が、バカな、この場所は知られていないはずだ。とにかく様子を見に行くよ。なんでわかったの？何があったんだい？クリムゾンさん、周りを暗夜軍に囲まれています。何人かが外に出て交戦していますが、おそらくかなりの犠牲が出ているかと。なぜここがわかったんだ？私たちの中にまだ誰か、敵に通じている者がいるのかもしれないわ。まさか。そんなはずありません。そうね。私もそう信じたいわ。けれどこうして、私たちが来た途端に襲撃を受けているでしょ。悔しいけど内通者がいると考えるのが自然よ。そんなもう疑わしい人なんていないよ。この隠れ家はもうダメだ。無事な者を全員連れて逃げよう。奥に秘密の地下通路がある。そこを使えば戦闘を行うことなくこの場を離れられるだろう。そうだよね。ここからどうすりゃいいんだ。他に行くところなんて。このまま暗夜王国に行くのはどうだ。龍馬、何を言い出すんだ。あんた死にたいのかい。しかしこのまま逃げ回っていても戦争は終わらん。いつかは暗夜王国内に乗り込みガロン王と戦わないと。カンナ、お前もそう思うだろう。はい。龍馬兄さんの言う通りです。だがクリムゾンさん、もしあなたが、反乱軍の皆さんが、本当にシュバリエを元に戻したいと思うのなら、ついてきてくれませんか？私たちに。カンナ。ん？いい目をするじゃないか。わかった、行こう。暗夜王国との国境に。反乱軍の仲間たちも、きっとそれを望んでいる。よし。じゃあ決まりだな。みんな、急いで出発の準備を。ここはどこでしょうか。この先が暗夜王国との国境ですか。こんなところにまで続いていたのですね。本当は私たちも思っていたのさ。いつか暗夜王国に攻め込む時が来るかもしれないってね。その時のために通路だけは作っておいたんだ。すごいな、作ったのこれ。まさか使うのが今日になるとは思っていなかったがね。すみません。いいっ
ってことよ。かわいいな。あんなことでもなけりゃ私たちはずっとあの隠れ家でくすぶってた。いい機会だったんだよ、本当に。だからほら、そんな顔してんじゃないよ。ずいぶんなお力で。クリムゾンさん、いきなり背中を叩くのはやめてください。龍馬なんだよ。もうすぐ出口だぞ。なんだよ、もっと絡んでくれよ。今和ませたじゃん、カンナちゃんが。すごい人。なんて立派な城壁。それにアンヤ軍もあんなに。聞いてください、みんな。この国境を越えたらもう後戻りはできません。いえ、もしかしたら越えることさえも叶わないかもしれません。ここで抜けたいという人がいるのなら今のうちに申し出てください。心配はいらない。私はどこまでも共に行こう。行く先に何が立ち塞がろうと、お前のことは私が守ってみせる。一緒に行くよ。僕だって白夜王国の王子なんだ。ここで背を向けてみすみす逃げ帰るわけにはいかない。私もついていきます。カンナ姉様のお力になれるならどこにだって参ります。ただ、さくらちゃんがね、一番成長してるっていうね。さくらちゃん強いんだよな今。白夜での戦いはお前を成長させたようだな。さすがは人痘宿の神に選ばれし者。俺もお前と共に戦おう。龍馬さん心強いよ。私もついていくわ、あなたに。他のみんなも同じ気持ちみたいよ。みんな嬉しいな。ありがとうございます。では行きましょう、アイアン王国内に。ここにいる全員で国境を越えてみせます。さて、モードは変わりましたが、失ってはいけないというプレッシャーは同じ。絶対に死なせないぞ、マジで。さて、じゃあマップを見ようかな。マップを見ましょう。ほうほうほう。広くない？やっぱりそうだよね、すごい広いじゃん。でも敵少なめだよね。出てくんのかな、こことか。この人だけ、ダニエラ、なんか怖い。怖い。女の人かな。ストラテジスト。ストラテジストは上位職ですね、明らかに。何がいい？守備、魔法、まあ、そこそこって感じかな。階段、ほら増援来るじゃん。ほら増援来るよ。で、これを、城を守ってるのが、あ、壁か。この壁を守ってるのがこれだね、ブノワ。ブノワとシャーロッテ。こんな女の子が？めっちゃくちゃ可愛いじゃん。この人はなんか戦士って感じがする。すごい、お人形さんみたいな子が守ってる。でも斧持ってる。アクスファイターって強いでしょ。守備、魔法、高いね。魔法がちょっと低めなのかな。じゃあ魔法で。シャーロッテも魔法2じゃん。いいんじゃない？魔法だから魔法で戦えるってことだね。で、この人は魔法と守備が同じくらいか。まあいいでしょう。後で考えよう。あとは、おお、そう、まずね、弓兵がどれくらいいるかなんだよね。意外といるな。なるほどね、弓兵が多いのか。あんまり飛ぶユニットを入れるのは怖いな。じゃあ選択していきましょう。ね、もう結構みんな攻撃力が高くなってきてて辛いっていうのがあって、やっぱ守備がね高くないと辛くなってきましたね。今までは守備15以下とかでも全然いけたんだけど、辛くなってきました。さくらちゃんが陰陽師になってるんで、さくらちゃんをぜひ入れたいところなんですが、ベーストキラー持ってたよね。どうしよう、錦は防御も低いから錦なくしてさくらを入れて、で本当はひのかじゃなくてクリムゾンを入れたいんだけど、力も強いしね、守備も高いから
どうしよう。クリムゾン入れたいんだけど、ドラゴンマスターなんだよね。もう上位色なんだよね。ヒノカの成長っていうことに関してはヒノカを入れた方がいいかな。守備も16、まあ、不安だけど、16だったら入れててもいいのかな。ジョーカーは守備14、魔法13か。リンカ、そう、リンカが意外と強いんですよね。誰を抜こう。モズメちゃんはちょっとごめんなさいだな。じゃあリョーマを入れて、でもリョーマってあんまり防御的な意味では入れなくてもって感じなんだよね。ビーストキラーを外せばサイラスでもいいんだけど、でも防御壁として使うのはちょっと不安な部分もあるから、タクミも、でもタクミは遠距離が攻撃できるのでタクミ入れましょう。あとアクア入れたいな。アクア入れたい。誰を抜こう。誰抜こうかな。風花、心、鈴風、鈴風かな。でも魔防高いんだよね、鈴風って。だからどうしよう。刹那、ヒノカ、ゾウカ、忍者は欲しい。でも忍者2人もいるかな。サイゾウと、サイゾウは防御的には微妙。鈴風の方がまだ、でも攻撃4違うんだよね。どうしよう。ちょっと迷うな。アクアを入れたい。アクアで歌いたいところはあるんだよな。でもアクアをなしにして、じゃあ他の誰かっていうといないんだよね。いいか、これでいってみます。それでは早速戦闘開始。あ、待って、セーブしよう。あ、待って、さっき遊んだ追加マップをこっちにセーブしてるかもしれない。大丈夫だよね。これが終わって上にセーブすれば大丈夫だよね。うん、大丈夫だと思います。それでは早速、あ、短く忘れるとこだった。あ、でもみんな持ってるかな。傷薬とか持ってるか、大丈夫ですね。じゃあ行きましょう。敵衝撃波。待って、敵衝撃波ってやっぱこいつじゃん。こいつじゃん。そうか、わかった。じゃあ行きましょう。ほう、まず攻撃範囲を。この人か。この人が強い人だ。この人の範囲に釣りたいから、ここか。うん、この人の範囲が広いんだね。パラディン。じゃあこの人を釣りたいから、防御の高い子で、おぼろちゃんで待機で、パラディンの武器は槍か。じゃあ緑、あー、そっか、緑の武器っていないんだよね。じゃあアタッカーの風花ちゃんでいこうか。あとは、私がどこにいるの。ここにいるの。ここは誰か範囲になってるかな。これか、この人シーフだ。じゃあ反撃できた方がいいから、サイゾウの守備が怖い。斜め攻撃ができてやっぱ守備が高いってなると、いないんだよな。いないよね、やっぱ。この人かな。あ、でもいけないんだ。でも弓が来るから、天魔武者はやばいでしょ。じゃあどうしよう。防御の高い人、私は10しかないんだ。どうしよう、みんな低いじゃん。こっちはさっき多分同じ左右対称だよね。ってことはここにヒノカを配置で、支援 S の人を近くに持ってきたい。これでどうですか。で、サクラを前に出す。で、匠にしよう。じゃあ匠で釣ろう。で、回復ができるようにすぐ後ろに浅間さんを待機。あとはオロチ。オロチもちょっと魔法じゃない、魔法を使うので待機。私も待機。ここで強い人たちも進んで待ちましょう。
刹那はここで待機。ジョーカーはこっち。どうでしょうか。いいですね。ちょっと今音声乱れちゃったかな。大丈夫かな。さて、リンカゼロだもんね。やっぱ守備が20超えると。お、刹那の武器レベル B になりました。きた、やっちまおうぜ。僕か、痛いね。さて、きた、ここからだ。ここからか。まずこの弓兵は早く倒さないといけない。この人も弓か。この人は大丈夫。この人も大丈夫だけど、こっちか。まず、じゃあ、待って。この人の範囲は？オッケーオッケー。待って、じゃあこれをなしにして。これをなしにして、この人を捕まえたいから、刹那で、どうでしょう。あ、弓か。やばい。じゃあ刹那をここで。これでいいか。負けない。はい。いいでしょう。片付いた。意外と刹那強いんだよな。何が強いって特筆すべきことってあんまりないんだけど。あ、強いイメージですね。どうだろう。14と7だから、21か。これじゃあ食らってしまうから。14、そうだよね。そうだよね。わかった。じゃあ、行きましょうか。ここで、とどめは刺せるから、反撃食らうけど。なんか温厚な鈴風さんが怒るとかっこいい。はい、カンナ軍切ってのモテ男でございます。モテオさんらしいですね、かなりの。設定もそうみたい。そしたら次が、アーマーナイトでしょ？次が、危ないな、これか、シーフ。でもまだ大丈夫だよね。次じゃあこれか、パラディン。これをなんとかしないと。ここで、どうだ？攻撃高い二人組。9と3か。手ありか。まあ、勝てるからいいか。お！うわぁ！風花ちゃん、あなたって人は、本当に。いつも思うけど、本当にあなたって人は。さあ、おぼろちゃん、片付けちゃってください。75だ。当たるかな。おお、当たりましたね。おぼろちゃんは必殺じゃない。命中率が高いので、ちょっと安心してましたね。やばかった。そしたら、1体は、倒せるね。1体は匠に任せて、大丈夫です。ほら、勝った。いいでしょう。たくみさんも意外とまだ成長がそんなに著しいわけではないので。もう一人をね、実は強いさくらちゃんで。強くないか。意外といけますね、さくらちゃん。で、私と仲がいいので。いや、多分さくらちゃんがすごいんだと思う。さて、これでそこそこ楽になりましたかね。それじゃあ次この人、ソシアルナイト。近接ですね。近接だったらやっぱり防御も高い。この範囲でしょ。ここだから全然だね。この人一人の範囲だから、ここで釣りましょうか。鈴風を回復したいから、ここ行くのも微妙だな。どうしよう。一回下げてっていう手でもいいか。
じゃあ、ヒノカと意外と仲がいいジョーカーとか。で、あとは私か、私もじゃあ進もう。この辺もね、進んでいこう。あんまり散らない方がいいよね。オロチさんも私の後についてって、ヒノカ姉さんも、この人防御高いので、弓が出てこなければ強いですんでね。よし、これで。いいね。おお。おお、いいですね。え？じゃ、今すっごいびっくりした。めっちゃいるじゃん。まあいいや、ちょっと考えないことにしよう。考えない、考えない。まずは目の前の敵だ。これでとどめさせますね。片付きました。それでは、いやー、やばい。じゃあ鈴風がここまでしか行けないんだ。刹那、まあここら辺は適当でいいかな。これで春祭り、行きましょう。いいですね。そしたらちょっと遅れちゃった、ごめんなさいね。おぼろちゃんはね、君重要キャラだから前に出てて。で、さくらでもったいないけど回復しましょう。ありがとう。おー、でもなんか回復のモーションはみこさんの時の方が好きだったな。そしたら次に気をつけなきゃいけないのがシーフですね。シーフが出てくるか。この手前で迎え撃ちたいな。でもとりあえず動いてくるのは、これは危ないか、マークしといて。このシーフだけだからこの辺で釣りたい。わかった。じゃあ次に行くのが、じゃあひなたとか行かせようか。あ、ダメだ、行かせてから気づいたけど。どうしようかな、ちょっとオロチ。とりあえずね、前に進んで。来ましたね。やっぱ来るのはシーフだけか。そしたら、弓なのでどっちにしろ食らっちゃうので、行けるとこまで進みましょう。シーフだけだもんね。そしたらこっちは匠で迎え撃って、これ誰の範囲だ？かぶってんのか。かぶってはいない？あ、かぶってる。ここか。日の金下げましょう。こんな来ると思わなかった。そしたら、おぼろ、おぼろも、ちょっと防御で入ってください。で、ひなた、下がって。オロチさんとか狙われるかな？防御がな、守備が10しかないから。ちょっと守備が弱い子は、ちょっと下がりましょう。で、回復の浅間さんは常にここにいて、凛花。凛花来られたら怖いな。嫌だな。ここにしよう。刹那、ジョーカー。ジョーカーでいっか。ジョーカーここで。これでいいでしょう。あのシーフどう来るかな。私か。おお、よかったよかった。ミスミス。私か。ああ、そっか。そうですよ。いつもこうやって私が突っ込んで負けるわけです。それはまずい。さて、オロチさん一撃というわけにはいきますね。さくらちゃんが一撃というわけには。あ、なんか組んじゃった。まあ、いっか。あー、なんか桜組んじゃったんだけど。ごめんなさい。で、じゃあ、次危険なのが、この人。結構、入ってんな。
やばいな。ちょっと待って。やばい。とどめ刺さなくちゃ。サイズをどうよ。いける？いけるね。ここはサイズにお任せ。いいですね。待って、どうしよう。おぼろちゃんとかいけたりしないかな。6食らうのはちょっと怖いな。なるべくだったら食らわない方でいきたいんだけど。あ、これでいいじゃない。いいんじゃない？すごい。かわいい。すごい、まじないの先輩と一緒に。いいですね。あ、まじないの人降ろしたいんだけどな。まじないの人を降ろすわけにいかないかな。じゃあ一人片付けようか。弓だもんね。じゃあ弓だからこっから攻撃で決めましょう。心配はいらない、頼む。うん、恨まないでよ。いいですね。じゃあせつなでもいいんだけど、あ、これ当たる。あ、当たる当たる、いけるじゃん。いいね。俺の勝ち。いいですね。はい、じゃああとは気をつけるのはこの人がパラディンだ。でも来るとしたら、これ射程いくつなの？うわ、そうなんだ。わかったわかった、やば。どうしよう。ジョーカーはいいとして、刹那はやばいね。さすがに刹那下げよう。あとは、あ、守りだから別に、これでいいか。匠、私守備低いんだよ。浅間さん、ちょっと春祭り使っといて。オッケーオッケー、よしよしよし。浅間さんマックスです。浅間さんも成長するメモしなくちゃ。どう育てようかな。じゃあ凛花さんここに出てください。で、あと一人、いや風花はやばい。あ、じゃあじゃあじゃあ、おぼろちゃん、おぼろちゃんいいじゃん。ここでこれどうなんだろう。私狙われんな。あ、狙われなかった。勝てる、やばい。いけ、せつなミス。やばいでしょ、16とかってもうマジ舐めてるでしょ。分かったよ。あー、強いんだね。やっぱ上位職って強いな。お願いします。ありがとう。さて、匠さんもあと1個ですね、レベルアップまで。よしよしよし。それじゃあまずは どうしようか。まずこれを下ろして、下ろして、 HP 大丈夫だね。 HP やばいのは日向だけかな。じゃあ日向回復、春祭りでいいよね。 OK。 でまず守備が高い人で前線を張りたい。だから凛花でしょ。あ、待って、これだとオロチさんが攻撃いけないから、ちょっと待って、守備張る人をまず決めよう。ヒノカ、ヒノカはでもなんか危なかったんだよな。そう、ビーストキラー持ってっから、ルナは倒してからじゃないといけないんだよ。だからおぼろちゃん、おぼろちゃんにジョーカーいける？
ジョーカーって守備14でしょ。もっと高い人いないかな。わあ、うちの軍隊って守備心もとない。15か、ひなた15か。ひなたで行きましょう、じゃあ。ひなた。で、さくらとオロチさんが2人いるので、倒すと。いいかな？じゃあ、どんどん進める人は進んでおこう。ここに置いといて。ちょっとどうだろう。ちょっとカンナちゃん後ろになっちゃった。よし、これでどう？よし、じゃあ行きましょう。まずはリンカが3か。削っといてもいいけど、いや無駄なダメージは負わない。ここにしよう。で、まずダメ、オロチいけますね。オロチでいきましょう。すまない、お前には何の恨みもないんだが、逆らえば死ぬのはこちらだ。せめて一撃で決めよう。ルノアさん意外といい人だったりして。やっぱり可愛いじゃん。お怪我はないですか？かっこいい。いいな、ブノアさん。かわいい子と一緒で。俺は最後まで戦った。これでよかったんだ。ブノアさん、意外といい人だったら、どうしよう。よし、ここでオロチさんマックスになりましたね。そうじゃな。オッケイ。ビーストキラーを手に入れた。さて、じゃあ、シャーロッテ。シャーロッテの範囲は結構あんだな。例えばこれとか。あ、いけますね。ん？だか、私はただの国交兵なのに。嘘でしょ？ちょっと待って。お怪我はありませんかとか言ってたじゃん。てめえらのせいで面倒事が増えたじゃない。すっごい顔してるな。悪いけどさっさと死んでくれない？死ぬほど目障りなんだけど。マジか、そういうキャラね。絶対倒すわ。そうだ、絶対倒すんだ。さくらちゃん行け。これでどう？決まりましたね。マジでつってるじゃん。ほんと面倒だわ。はい、残念。よし、とりあえずこれで表の敵は一掃できました。次はこっちなんですが、ちょっと時間の関係で一旦ここでセーブをしたいと思います。早速、ほらこれセーブが使えるんですよ。セーブ、追加データ、ここでセーブします。それではご視聴ありがとうございました。カンナでした。それでは次回またお会いしましょう。バイバイ。